こんにちは。EPG パルシャラへようこそ。私はニュー、ル大学の日本語文学文学研究学科の教授でジョージと申します。今日の勉強のモジュールは、日本文学と映画というテーマで、映画の名前は炎上という映画です。この映画は、もともと三島由紀夫作の 金閣寺という小説を元に作られた映画ですこの写真は金閣寺をもとに作られた炎上という映画の写真ですこのポスターにはおそらく金閣寺の絵も出ていますそして主人公の顔も顔写真も出ていますそれではテキストに。 入ります足利将軍頼光によって京都の北山で作られた金閣寺は禅師の臨済宗の寺院であり緑音寺の名前でも知られています。この金閣寺は1950年つまり昭和25年に 自内大在中の学生層によって放火され消滅しました。加害者の告白によると理由は金閣寺院が美しいからだということでした。6年後、この事件を題材に作家の三島祐教は B の概念度医師 意識をテーマとして金閣寺という題の小説を公開しました。この写真は京都にある金閣寺の写真です。とても美しいお寺で毎日たくさんの観光客が訪れています。そのお寺は金メッキ。このお寺の 天井とか外側は全部金で塗られています。特にあの満月が出ている夜、とても素晴らしい眺めになります。小説「金閣寺」の話のプロとは、主人公の水口五一が一人称の「私」という主人公の視点から、 語るフラッッシュバックを使って展開しますこの小説は日本国内以外で大ヒットを博した傑作です貧しい主人公の溝口剛一は寺に育った若い祖私が金閣寺に火を放つまでの経緯を語っています これは、えー、金閣寺に火をつけた当時の新聞に、えー、この新聞記事は金閣寺に火をつけた翌日の朝出た新聞の記事です面白いことに1950年の金閣寺事件をモデルにした三島由紀夫の小説「金閣寺」 の最初の映画の題は炎上でありました。まだ金閣寺経営側の要望で金閣寺という名称を使わず映画では寺院の名前が収穫寺となっています。プロットの起点は第二次世界大戦末期の頃であります。 1944年の春、溝口五一は亡くなった父から主食への手紙を携えて京都を訪れます。小さい頃から彼は父からこのようで最も美しいものは収穫時であると教え込まれ収穫時に強い 同系の気持ちを抱いていました父の親友で寺の住職だった山田道仙老子の行為で到底として住むことになります1950年7月2日 京都府府京京都府京都市にある寺院が放火され国宝の金閣寺が全焼してしまいましたこれから映画の解説,解説に入りますこれはあの金閣寺のもう一つの写真ですが、えー、夕暮れの写真でとても美しく写っています 同時の見習い僧侶で21歳の大学生が寺の裏にある山の中で薬物のカルモチルを飲み切腹してうずくまっていったところが発見され他の容疑で逮捕されましたまだあの炎上という映画のポスターが2つ 出ていますが、それぞれあの、例えば一番目のポスターでは、火炎が立っているような写真になっているんです。映画は、放火犯として逮捕された主人公、溝口が警察で取り調べを受けている場面から始まります。しかし、溝口は完全、黙秘。 彼はなぜそんな恐れたことをしたのか。そのことを明らかにするために、場面がふるさとを離れ、宿泊寺位の到底になった1944年春に遡り、溝口という青年の暗い 青春が描かれています。このようなとても無口な主人公が始めた言葉を発するのは映画開始から13分後になります。その時観客は彼にひどい喫音症があるとわかるのです。喫音のため 周囲の人に見下され、下げまれた溝口は内向的で少々ひねくれた人間になってしまったようです。同級生の鶴川は明るくて快活で溝口のきつを全く気にしない好青年でした。 がそんな彼にすら溝口は心を開くことができませんでしたそして溝口がいつも向かうのは収穫時でした彼の父が生前繰り返しこの世の中で最も美しいのは収穫だ収穫のことを考えるだけでこの世の 汚いもののことはみんな忘れることができると彼に語り続けたからですけれどもそんな父の言葉は体が弱く妻が不倫にしていることを知っていながら失跡することもできない己の無力さからの一種の 現実、張飛にも見えるが、それは息子に良い影響を与えたとは思えません。やがて戦後の収穫時に大勢の観光客がやってくるようになりました。入場料などでお寺の経済は潤い、老子は芸者を付き添うようになりました。 まだ生活が苦しい母が寺に住み込みで働きに来ました。溝口は大切な収穫時の周りに汚いものがあふれるようになったという気持ちだったと言えま,言える言えます。大学に進学した溝口は 足に障害がある、尖りという学生と出会います。大きく体を傾けながら、歩く尖りは、不自由な足を恥ずかしがあることもなく、逆にそれを利用して、女性の同情,同情心につけ込み、歓迎を持つという大胆な男でした。 そのような強さを持つ尖に憧れる溝口は彼と不思議な友情を育んでいきます。しかしある日、尖は女性にそのずるい神聖や不自由な体のことを罵倒され、すっかりうろたえてしまいます。溝口が強さだと思っていたのは コンプレックスの裏返しの強制に過ぎなかったのです。何も信じられない、誰にも自分を理解してもらえないという思いが溝口の中に薄まくようになります。そのせいで学業やお寺の仕事に民意が入らず、ロシとの関係も悪化していきます。 溝口を責めるのはかわいそうだが自分で自分を悪い方へ悪い方へと追い詰めていっているように見えてたまれませんでしたついに溝口が収穫時に火を掘ってしまいます収穫時が収穫の者たちに汚されるのが我慢できなかったのでしょうか そして、後を追うように、彼自身も自殺を図ります。まるで真珠のように。けれども、それを果たすことはできませんでした。これから、監督紹介を簡単にします。監督は市川昆。ちなみに、この炎上という映画は、ベネチア国際映画祭。 男優演技賞を受賞しています。あの、俳優の名前は、優勝した俳優の名前は市川雷蔵です。それでは、監督の紹介を簡単にします。監督は市川今という方で、えー、2008年、2008年、 8年2月13日に亡くなりました。1935年、アニメ映画で監督デビューをしました。娯楽映画から実験的映画、さらにはテレビ時代劇やドラマまでを幅広く手がけ、昭和の日本映画黄金期から21世紀初頭まで 第一線で映画製作に取り組んだ。第四作に、ブルマの盾と弟、ののうひ東京オリンピック、犬神系の一足、ささめ雪などがあります。では、 これから、あの、サッカーの三島ゆうについて簡単に説明します。紹介という形で説明し,します。三島ゆうは1944年、東京帝国大学の法学部に入学してから、一年足らずうちに戦争が終わり、日本が敗戦したということをして、証拠を受けました。 1946年に「タバコという短文を書き1949年に長編「仮面の告白」で文壇に登場しました。日本の軍事家と戦争中の時代に育てられた青年として孤独な三島は戦争がもたらした全面的な破壊を 嘆くより、それに美意を求めようとしたでしょう。この独特な違和感の表現が、小説金額値、映画版、援助の底を流れていると言えます。戦争に対する反省の分断状況の中で、偶然に 金閣寺の実験が起こったと、起こったことこそ、三島紀夫に滅亡の B のことをより深く考えさせたに違いないと思います。これもまだ金閣寺の写真でえ写っているように、 毎日数えきれないほどの観光客が訪れています。とても美しいお寺で、そしてその周りも、その付近も非常にあの綺麗で、日本に、皆さん、日本に行くチャンスがあった時、必ず帰学寺を訪れて見学してください。